シアのパパはいつもルシアちゃんがいないと生きていけないよって言ってたのに。Really? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper wearing motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. 世界一可愛い娘だよとか言ったの。ママと喧嘩してさ、家出した時さ、行くところがなくてずっとさ、公園にいたんだよ。そう、公園にいた時さ、パパがさ、電話かかってきて、ママの携帯全部無視してたの。お母様の携帯を全部無視してたら、お父様から電話かかってきて、そう。ママもね、ルシアがお父様だったら出るって分かってたから、多分隠させたんよね。そしたらパパが、ルシア、ルシア、今どこにいるのとか、すっごく心配してるから、早く帰ってきてよって来て、やっぱお父さんが泣いてると思って、え、今公園にいるって言って、寒いから帰そう。公園のめっちゃなんか、なんだろう。なんか本当に寒さをしのげる場所にいたんだよ寒さをしのげる場所にずっと縮こまっててるしやこうやってそうなんか喧嘩しちゃってそうでそしてなんかパパがで2時間ぐらいたらそこそしたらパパから電話かかってきてじゃあ早く帰ってきてまずあのルシアの家から徒歩1分半ぐらいの公園なんですけど公園なんですけどそこにいてねじゃあパパとママが迎えに来てくれた。ママもルシアちゃんこんなとこにいたのね。そうすごい近くにいてでなんかママやパパが探しに行く姿が見えるのよ。ねそうなんかママは車で探しに行ったりしてるルシアどうしよう早く今いるよって言いに行きたいって思ってでも体が動かぬみたいな。本ですごい反抗期ですごくそう。いやなんかなんだろうあんまりこうなんか言葉で言えなかったからなんかねなんか行動で抵抗していた部分が